visiting our channel. Today, I would like to introduce the new playlist that I added last week, which is called A Balanced You. 概要欄にも書いていますが、私たちのチャンネルは動画によりだいぶ内容が異なります。LGBT 関連や2人の日常のみ見たい方は、この3つの再生リストを利用してください。そして以前まではライフレッスンやミニマリスト系 HSP 関連の動画をすべて Simplify Your Life の再生リストにまとめていましたが、新しくミニマリスト系の動画と HSP やライフレッスン、メンタルヘルス関連の動画を2つのカテゴリーに分けました。新しく作ったカテゴリーと一緒にインスタのページの名前も変えました。A Balanced You は直訳するとバランスの取れたあなたになります。目に見えない心の病は私は病気ではなく、その人の中でバランスが崩れてしまっただけと考えます。物事や状況、感情は常に山あり谷ありです。ずっといい日ばかりが続くとそれに慣れてしまい、いい日に感謝の気持ちも持たなくなるし、比べる悪い日がないので感覚が麻痺してそれがただの普通の日になってしまいます。感情も同じく喜怒哀楽があるから人生は色彩豊かなのではないでしょうか。ずっと怒ってばかりもずっと笑ってばかりも良くはなく、全てはバランスが大事なのだと強く思います。目に見えない心の病も外からの手に負えない圧力があったり、感情の表現がうまくできずに、たまりにたまったものが一気に爆発したり、ハイテンションすぎたり、落ち込みすぎたり、自分の力だけでコントロールが効かなくなり、そのバランスが崩れてしまっただけなのです。それを自分の力でニュートラルの真ん中に戻ってくる。その力は私たち一人一人の中にあります。誰もが持っているものです。それに気づいてもらい、そのパワーを明るく穏やかな未来へつなげていくサポートをしていきたいという思いでこの名前に変えました。人間誰でも天秤の極端へ行くことはあります。あってもいいのです。その状況をありのまま受け止め、極端な考えになっているなとまず気づく力が大切です。気づいた瞬間から私たちは明るい穏やかな未来への道を自分の足で歩き始めているのです。今日も見ていただきありがとうございました。これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。 Okay, that's it for today. It's getting chilly a little bit. I hope you could find me time to take good care of yourself. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye!